半馬岩先生の、インジケーターですね。1時間下がるんだけども、一本は勝率 78.91% というインジケーターですね。83.04、まあ、設定が非常に難しいんですけどね。これも 77.85% ですね。これ 74.81% ですね。これがあれば億万長者ですね。この設定さえうまくやれば億万長者ってやつですね。気長に設定して 79.41%。おね、これに通過国万能ですね。こういうのですね。結構ありますね。99勝32敗、 75% ですね。まあ、このようにね、5分足でも OK ですね。シグナックスはこんな感じですね。15分足でも、まあ、これがあればバイナリーオプションは勝てるですよね。ただ設定が大変ですね。これ1時間足も76点、まあ日はちょっと難しいですね。こういうインジケーターですね。1時間でやりたいときもあるかな。5分が一番いいですね。5分 83.67% ですね。最大級ですね。設定級をやってましてね、結構難しいんですけどね。今ならこれが作れ、設定を合わせたやつが使えれば億万長者ですね。これが世界バイナリーオプションスペシャリストが使う最高のインジケーターですね。このようにね、見てください。どんな通貨でも万能ですね。5分足、見てください。これ 81% でしょ、ね、35勝10敗、これ27勝5敗ですね。370勝77敗ですね。18勝2敗。ただ、これはお譲りできません。お金になります。まあ、これを操るのが難しいですね。しょっちゅう変わるからね。勝率 95% ですね。どうですか、これ。こうシグナルがあるんですけど、5分なんですね。95.83% 勝率。ね。クローズでやってるんですね、ちゃんとね。クローズで分析してるんですね。だから次シグナルが出て次に打つという感じですね。消えてなければですね。すごいですね、勝率がね。
勝率 95.83% ですね。82% ですね。83.67% ですね。まあ最大級ですよね、これね。だけどこれ勝ってんの、これは負けてんだろうね。これも負けてたのね、これね。ちょっと疑っちゃうよね。まあ、ちょっと一本足やってみたら分かりづらいかな。これ勝ってるでしょ。これ下でしょ、勝ってるのかな。新しく作り直したんですね。だからこういうデータが できたんだけど、これでしょ、消えちゃったな。これ勝ってるね。これ勝ってるね。だんだんそうですね、まあこれは最高級でしょうね、この2次ケータはね。ね、最高級ですね。こうですね、そうなんですね。いかがなもんでしょうかね。これ勝ってるのかな。勝ってですね。この幅はね、ボンジャバンドを設定公演してるんですね。あのね、これ設定値を全部調整するとね、出てくるんですよ。一番勝率のいいのを選ぶんですね。このシグナルから次ね、勝ててるかっていうカウントしてるんですね。これ全部101勝27敗って 78.91% なんですね、勝率がね。だからこれだけ余裕があると楽勝ですね。だから設定値は毎日変えたりするんでね、ちょっと大変ですけどね。ね、こんな感じですね。はい、私は2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、無数の人と戦い日本一となり、それからその月にね、世界1位となり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの安間陽先生です。現在の半間陽先生の投資方法はこういうインジケーターを使っています。勝率 74% 78% ですね、まあ、こういうレベルのシグナルですね。こういうレベルのシグナルでやってるっていうことですね。で、必ずねインジケーターは自分で作れるようにしていきましょう。でないと稼ぐのが大変です。基本のね、このメタトレーダーのインジケーターね、プログラムで作れるように勉強するということが大事ですね。そんな難しくないですから、このね、
インジケーターのスクリプトを、ね、使い方をね、こいつで見てみましょうか。あ、出てないね、まだね。ちょっと待ってくれね。まだ、これは自身ね、バグが抜けてるかと、これだけ調子いいというレベルになってきたんだけど、ま、ちょっと楽しみですね。またちょっとね、バグはあると思うんですよね。この辺でね、今気がついたことがありました。どうもありがとうございました。